サンセバスティアン空港は、スペインバスク州ギプスコア県にある空港である。オンダリビアに所在し、サンセバスティアンの東2 0トルの距離にある。スペインフランス国境を流れるビダソア川に隣接しており、北側と東側は敷地外がすぐ国境である。1955年8月22日に開港。8月29日に、 アビアコ航空が第一便を運航させた。当初の滑走路は1200メートルであり、向きは05、23だった。1961年7月には滑走路が1500メートルに延長された。1964年から1965年にはエプロンや管制塔が建設され、正式に名称がサンセバスティアン空港となった。 1960年代後半には旅客ターミナルが建設され、滑走路が現在の1754メートルに延長された。2006年にはスパンエアーがイベリア航空と競合するマドリード便の定期運行を開始したが、やがて運行を終了した。2012年には格安航空会社のブエリング航空がバルセロナ便の毎日運行を開始。 サンセバスティアンとバルセロナ間では85%以上の輸送シェアを誇っている。より長距離の路線を運行するために滑走路の延長が計画されているが、厳しい経済状況によって空港利用者数にも影響が出ており、滑走路の延長には強い反対意見もある。2013年の乗客数は24万4952人。 発着回数は6237回であり、2万キログラムの貨物輸送があった。1754メートルの滑走路1本を持つ。国内線のみが運行されており、イベリア航空がマドリードに、ブエリング航空がバルセロナに向けてそれぞれ定期便を運行しているが、特にマドリード便が中心である。一つの旅客ターミナル、6台のチェックインデスク、6台の搭乗ゲート、 2台の手に荷物検査証を持つ。駐車場は228台分のスペースがある。サンセバスティアン空港から最も近い国際空港は、フランスのビアリッツ・アングレット・バイオンヌ空港であり、スペイン領土に限定すれば、ビルバオ空港である。ビダソア側の川口部と空港。川口部より、上が、フランス領土で、下が、スペイン領土。エキアルデバスが、 ギップスコア圏の主要都市と空港の間で路線バスを運行している。30分間隔で運行される E20 系統はサンセバスティアンの中心市街地を出発し、イルーを除くサンセバスティアン都市圏の町々を走って空港に向かう。1時間間隔で運行される E21 系統はサンセバスティアンの中心市街地を出発し、高速道路を経由して直接空港に向かうため、 アマラクやロヨクなどは通過する。数時間間隔で運行される E23 系統も高速道路を経由して空港に向かう。イルンと空港を結ぶ E25 系統は平日は15分間隔で運行され、土日は20分間隔で運行される。サンセバスティアン都市圏を走るメトロドノスティアルデアは空港までの路線の延伸を計画している。空港にはタクシー、 自家用車でもアクセスすることができる。ありがとうございます。